ない、安心、これでも必ずそこに行く、こう行くとやってないから、さばいてから正面から、正面からここに行ったら、試して、それからはじゃあ、ここからスタートしてるんですよね、こう、彼が道具に来るかな、彼がこれを持って、僕が引き込んでるとか、怒ってくるなとか、今度は足が来るなとか、そういうことをこういう時点から考えてる。だから来たらほら、線外してんの、こう線外してるから先もらってんの、それをこうやってやってから、はい、はい、スタートねってやる。だからもうこの時点でもう始まってる。だからこうなってる、ほら、まあ、こうやって持たしてから、持たしてから、はい、どうぞ、しゃがんまる。これ以上はもうね、あの初めからもう入ってる。これにして、いつもいつも自分がもう一度自分がもらってるって状態してもらえる。持たれたら本当は終わり。もちろんね。持たれたら分かってしまうのに。だから、ダメなの。持たれた時の、こう、入ってる。持たれて何か来た時の、来た時の入ってるって、そういう時もいつもいつもだから。そうだからね。そんなすまん。触った瞬間にはもう、物をもらってるって状態。こうね、もらってる。で、足が違うから、まあ、触るの触るの。あの、で、こう、後ろもらってるから。あとは、こういうこうだから、ね。から、こういうバンバン。それ、こういう位置。こういう位置ということは、僕は何でもできる、彼は何でもできない位置で、こう、必ず線が外れて安心、これからはじゃあこう切ってと、今はこう今距離がもうちょっと近くなって5分もうちょっと、はい、こう振ってるふうにこうやってから始まるから、今度はもうちょっと積極的に動かす、うん、ここで、ここに入ってくる、ちょっとさ、同じことで、パテアが犬になるらしい、それから、こうやって、ここ入ればしようかね、今みたいな、今こう来て、こうやって。もうちょっと入ります。ここで。こっちが、こう入って。こう入って。回る。そうでした。今は、一つ前はこうになる。これを一緒に、手の手でこうになる。今度は、あっ。近い。これどうでもいいよ、思ってもいいし、どうでもいいんだ、どうでもいいんだ、持たなきゃと思って回っちゃうから、何しろ何しろこの枠がここに枠のところに行ったら、相手の枠を外してもう一つどうでもいいよ、手を上げて回ったって言ったから、犬投げだったら割って何しろ上げて下げるわけだ、手がこうなってると思う、こうなってると思う、今練習してるのはここに入ってるだけだから、一つ前はこうになる、今度はここに入った、じゃあちょっと近い、すれ違いじゃあまた見るこの線こう見る、近い時は特に、近い時は特に相手の方行っちゃダメ、分かんない、もう近い、相手に近いよね、近い時にじゃあ支えて、近い時にこういう圧力が出てきたんだよ、もっとガッチして、ガッチして、バッと行かないよね、
だからこう上出すって言って、だからほらこっちじゃなくて大きさとかか、そういう意味じゃないなんか近いとみんな取っちゃうここに来たらこっちだ近いけど近いほど上だ。
場所もらえた感じ、それと足をついて、難しいから、こう来たらさ、今こう来て、それでこのまま痛める、難しいから、じゃちょっと練習としてさ、こう来て、こうね、こういうふうの、こういうふうこれと、今下ですよね、今度上だと、こういうふうな、で、向こうやるの、向こう、ちょっとこうなって、こうやって、上からこう、そして下に、こう来て、そのままここに、こう上のと下の、今の下だ、今度上だ、今度上はこう来て、こう踏む。で、下は、こう来たのがこう、ここにこう。ちょっとこれを練習してみようか。そうすると、手を出すと、どうやって出したらいいか。この手が、中心はここなんだけど、これ、ね、中心から外れてない。なんか知らないけど、こう来て、中心に、この辺でなんか平らに行くな。こう、しまいが。これ、グリーン。上からこう来て、ここで、グリーン。ここで、グリーンって、どこの前に。下も、ここでこう来ておいて、ここは最初大きいんだけど、この辺来ると、グリーンって小さく。大きいんだけど、この辺でグリーンって回ってる。ちょっとやるんだけど、まあ、そんな感じ。じゃちょっと、グリーンとしたら、そっちか。近く来ると、ここで、こう来たのが、ここでほら、小さくなってる。ここでやったらこうなんだけど、ここで、例えば、ちょっと待って、ここでさ、やるのは、こういうふうにやる。でも、ここでやるんだったら、ここでくるりん、くるんとこういうふうになる。近い。だからそういう違いだから、今腰を変えて向こうから来たら、ここでくるりんってやった。上だったら、こう来て、ここでくるりん。で、座ってるのも同じ。こう来てさ、ここでやるんだったら、こういうふうにやるんだ。でも、こう来たら、ここでやるんだったら、そういう話でしょ。これ向こうでやってるんだ、こう。向こうへ出るんだったら、ここでやるんだったら、ここで、ここに片手をこういうふうにしたらいいんですよ。だから、それはそういう感じだと思う。だから同じだと思うんですよ。大体一度で泳ぎなんですよ。向こうへ出てくるから、こういうふうに出してくる。この近くで、ここで、この近くでやるんだったら、こう来たの、ここで。ここで向こうへ出してくる。こういうふうに出してくるんだったら、ここで。近くに出してくる。ここで。こういうのが、こうやって。じゃあ、どうしましょう。あ、それやれってわけじゃない。